ちょっと撮影遅れましたが、対戦相手の方が見つかりました。いや、まさか2連攻率とは思わんかったな。お相手のパーティーが、マンダドサイか。マンダマンメじゃなくてドサイドなんだ。ボーマンダ、ニーフィア、バシャーム、ギルガルド、ドサイドン、ボルトロスですね。マンムーが結構通ってると思う。ですね。マンムー、ギャラかバシャか。ギャラかなマンムー、バシャサンダーとかですかね。いや、でもちょっとこれあれか。相手の、ニーフィア重たいか。同時戦士だけど、バシャ出すのもありですかね。いや、これやるんだったら、マンムー、バシャナットとかでした方がいい気がする。いや、ナットは微妙でしょ。ナットは微妙だと思う。ギャラかサンダーだな。ギャラだった場合、ドサイドンに強くなって、マンダはまあそこそこ。ただあれか、別にこれでもいいから最悪。どっち目がするかは分かんないけど。悪くはない気がすんな。ガルド起身できますしね、ギャラは。馬車を抜く？で、馬車抜くとニーフェイの打点が結構なくなるんですよね。これいこう。馬車は結構使いすぎ気味で、ニーフェイの削り役に使いましょう。ニーフェイを受けずに殴り殺す方向でいきます。あんまギャラと馬車の同時戦士ってしない気がするけど、今回しましたね。よろしくお願いします。ニーフェイは初手であったのが嬉しいな、こっちからしたら。で、マンムーから入る。バシャーム、オッケーオッケー、これはいい。ステロで。こう、守ってこない不届き者がたまにいるけど、それは僕だけですかね、やっていいのは。あなたやっちゃダメです。ちょっと守ってください、ここは。ビルドバトンには見えないよね。ニンフィアにバトンとかは僕しかやんない。それも僕しかやんないから、ここはちゃんと守れよ。オッケーオッケー。僕、これ最近守りませんね。みんなステロ巻いていけるから。で、ステロ。で、ここは自信打てばいい。これ、マンダはいないですね。いてもいいような選手だったけど、これ、マンダはいない。で、自信でいきますか。相手引いてくるから、相手あんま引けないよな、マンムーから。削っていくんじゃない？鬼火とか打ってくるか、もしかして。バトン？ああ、やっぱそうだね、バトンだよね。でも、誰に引くんだろう、バトンって言っても。ニンフィアか？ボルトは別に来てもいいぞ、ボルトか。結局これは、つらら打てるし。ああ、それか。当ててくる。まあ、助け持ってるんでね。まあ、ただ、馬車の膝圏内に痛かったってところでしょうね。膝圏内っていうか、まあ、馬車で倒せるようにしたかったって感じでしょうね。で、ボルトは突破。ん？ビビった一緒にあれかと思った。ジャポかと思った。あぶねえ。わあ、まあ、もう落ちなかった。けど、まあ、これ相手引いたらステロで死ぬんで、つぶてが通りますね、絶対に。で、つぶて。オッケーオッケー。マンム残しておいてもいいんだよな。忍者とかの場合は、一応上から削る作戦が取れるから。相手ここは守ってくると思うんですよ。だから、サンダーに引きましょう。で、このバシャーもあれなんですよね。バトンタッチバシャーもなんか積み技ないはず。あ、サンダーいねえんだった。ギャラだった。間違えてた。あ、じゃあいいや。じゃあ、キリでいいや。じゃあ、キリでいいっすよね。いや、待って、ニンフィアがいる場合はいろいろ必要になってくるな。ギャラに引くか。このレシピでも一応やれることはあるはず。多分、守るだよね。オッケーオッケー。で、バトンしていくんじゃないかな、ニンフィアに。だから、竜舞しますか。ユーマイシモースだよね、バトンだよね。オッケーオッケー。1加速しかバトンしないから、ここはもう一回守るべきでしたね、相手の方。ニンフィアだよな、多分。ですよね。オッケーオッケー。ギャラの待った技は2回耐えれるか。ニンフィアに無理じゃないか。あと、ハイボは一発は耐えるはず。いや、でもメガネだと怪しいかな。ここ滝登りで。よーし、ウェガー通る。全然丸つけてなかった。バシャーム、ボルト、ニンフィア。ハイボー、メガネだと怪しいですね。メガネじゃないね、これは。滝登りで。
からだな。次のターンもちょっとタクになりますね。ただ相手これギャラバンパンできないんじゃないかな。でもな、相手積み合わせないんだからギャラで2回学入れればいいんだですね。ここは滝登り、ただここは滝登り、ここは滝登りですね。あ、後ろに通るか。そうそう、ここはあのさ、守りを見竜舞とかすると殴られて死ぬ可能性があったんですよ。だからここは滝登りよかった。オッケー、対戦ありがとうございました。完勝だな、これは。このパーティー結構いいな。使い勝手がいいですね。まあ結構使い慣れてるポケモン多いしね。マンムーはね、ちょっとね、僕のそのポケモンの歴史の中ではあんまり使ってないけど、ただシーズン、ラストシーズンは結構マンムー使ったんですよね。だから最近の中では結構使ってる。地面枠いろいろ考えてるからな、ワルビアルとかマンムーとか。でもなんか地面枠として一番しっくりくるのが、地面枠として考えたらマンムーなんだけど、あの普段使ってラティハッサム入れようと思ったらワルビーが気に入ってんすよね。ガブはなんかね、地面枠じゃないわ、あいつ。なんか地面じゃない、あいつはガブリアスタイプですね。お相手のパーティーが、うわぁ、来てしまったか、月光が。私のパーティー月光がゲロ重いからな。お相手のパーティーが、月光サンダー、スイ君、ヘラ、アロー、ガブリアスということで、こういうパーティーはもうね、マンムーでなんとかするしかないですよ。マンムーギャラ何かだな。マンムーギャラティオスかな。まあ、これが一番いい気がしますね。はい。速攻で決めたけど。ヘラから来た場合は、考えなければいけない。ラティを投げるのかどうするのかみたいなところですね。ミサイルバリ飛んでくるかな、普通に。いや、でもどうだろうな。対戦よろしくお願いします。ヘラから来た場合は最悪ステロだけマックのもありかもしれないですね。ですね。で、誰もラキマゾキられないようにしてって動きが一秒できるから。で、コカマンム。スイ君から来たか。これは、ステロだけ優先的に巻きます。うん、ステロだけ巻く。これ相手引けんのかな、ラティの技から。あ、これミラコか、多分、このスイ君。多分ミラコやつだな。焼けないでね。オッケーオッケー。マム切ります、もう。残しておいていい場面も絶対あるけど、ここは切ります。自信で。これで多分10万圏内には入った。ギャラで舞うよりか、こうラティで圧力が大丈夫がいいはず、絶対に。ですね。ギャラで舞ってもヘラ来たらどうせ終わるし、残飯か。うわ、微妙なの来たな。てことは、守る持ちか可能性はありますね。ただ10万は結構通るはず。10万でいきます。落ち馬通るか。なんだろう、残飯持ってて。これ多分落ちるでしょ。うわ、耐えてきた。硬くない？穏やかか、もしかして。硬い気がする。気持ち。気持ち硬い気がする。あの SP は多分10万圏内な気がするんですよ。まあいいや。一発食らったけど、この10万結構入りますよ。OK。で、ヘラが来ても10万でいきます。ヘラに対して半分近く入るから、最悪ギャラでなんかすれば落とせるぐらいまで減らせられるかもしれない。ヘラだよね。ラストなんだろう。けど何してもここはもうラティは切っていい気がすんな。ラティは切るべき。で、10万でいきます。サンダーだった場合でもステロプラスギャラの技が入るからそんな悪くないと思うんですよね。10万急所とか麻痺でもいいぞ。頼むぞ、ラティオセ。なんか強烈な刺激を頼む。オッケー、急所素晴らしい。6ブラ当たらない。よし、これが相棒だぜ。みんな見てるか、これが俺の相棒ラティオスだ。よーし、ラクロス突破。ラストなんだろう、だからラスト試合で負けがあんな、普通に。アローとかじゃないか、でもこれは。言うと結構場所重たい戦術だからな、今。サンダーか。あ、サンダーはここ引くべきかな。サンダーは引くべきですね。ギャラに引きます。サンダーであるんならここは引いて、最近で連打に切り替えるべき。電磁波だとちょっと怪しいな、でも勝てるか。電磁波はここ電磁波だよね、多分。10万足殴ってきたか。
穏やかの可能性があるんで、一応穏やかな場合多分落ちないような、うん、だから最近でいきますか。最高キネシスでいきます。ズブトイの場合はこれで結構入るから問題ないはず。あ、ズブトイですね、この柔らかさは。羽休め、いや間に合わんぞ、それはそれは間に合わんぞ。これで落ちるはずですね。なんか全員だけが通してくれたなんか知らんけど。ああ、最後サンダだった。あれだな。ギャラバックしなきゃいけなかったな。あのヘラの対面で。ただ逆にギャラバックしたら勝ちでしたね。その時点で。はい、対戦ありがとうございました。あれ今日2戦やった ?2戦やったかな。多分やったと思うな。ということで、じゃあ今日はこの辺が短い気がするけど、もう1戦やっとくか。もう1戦やりますか。せっかくだし。あれまだ1戦か、いや1戦じゃない。2戦で超早かったもん。もう1戦やりますかね。できれば15分以内に抑えたいって言いましたが、次の試合はね、3分で片付ければね、済む話なんで、問題ありません。レートがほぼ同じぐらいですね。まあ、僕避けたからな、取り戻さなければいけない、この誇りを。相手のパーティーが、化身ランドだとなんだと。化身ランド、バシャーモン、電流、エルフーン、スイ君、ポリツェ。あー、なんかやばいパーティー来たな。これどうしよう。あ、バシャめっちゃ刺さってる。バシャ刺さりまくってますね。初手なんか電流来そうだから、マンムー、バシャ、何かで行くか。スイ君も重たいからな。ナットレイはありか。ただナットの場合、相手のバシャゲローモンなんな。エルフーンもいるんですよ。ただエルフーンマンムーとかだったりか出てこれないかな。スイ君考えたら、あ、ラティ結構通ってますね。マンムー、ラティオス、バシャーも行きますか。はい、対戦よろしくお願いします。時間があと、ちょうど3分。3分で勝ってみせる。見とけ。瞬殺します。はい、対戦よろしくお願いします。で、マンムーから入る。電流来い、ランドロス、オッケー、これも有利対面。多分こう、スイクに引いてくるような。けど、一旦素直に行きますか。そうだね、スララバリで。待って、つぶってでもいいかな、ここ。いや、スララバリだな。気合玉とか打ってくるかもしんないから。あ、ステロで来た、オッケーオッケー。ステロを化身ランドで。そんな、レイジランドでやれよ。なんで化身でやってきてんの、この人。あ、そういうことでも、それ耐えらんないでしょ、多分。つぶってじゃなくてよかった。これ、真相じゃない、2発目で。あ、3発目か。まあまあいいでしょう。ステロ食らってきついのがマンムーだけど、マンムーはもうすでに場に出てるからあんま関係ない。で、なんだスイ君、はあ、はあ、これ多分もうラティエステロ前で最近打ってれば勝てるから自信打ちますか。瞑想積んでくるかな。瞑想積んできてもスネムリまで追い込めば、馬車が膝に2発当てればいい話だから、とりあえずはいいっすね。で、自信瞑想してきた。はい、まあ、さっきも言ったようにスネムリまで追い込めばいいんでね。とりあえずは地震レンダーでいいはず。だここらでネット打ってくるかもしれないから、一回ステロ巻いてもいいかも。あー、残飯のやつか。ちょっとめんどくさいな、これは。いや、いいや、いや、いい。ここはもう地震レンダーでいく。これあれだな。なんだっけ。地震当てて、ネットで落としてくれ、もう。これ、やけど引いて落としてくれ。やけど、やけろマンム、やけろ、やけろやけろやけろ、や AT 馬車出したい。うわー、まあいいや。まあいいや。もう一回、あ、でもそもそも地震入、地震では結構入るか。残飯だから、もともとスネムリになりますね。そもそも眠れないかもしれないし、ね、残飯だったら。で、地震。マンム活躍しまくってんな。眠れあったか。ってことは寝言があるんですかね、もしかして。その場合、ネットワンウェポンだから、ラティに対する打点がない。スネムリであれば地震2発打てるから悪くない。地震で、あとかプレッシャーで PP がやばいな、増やしてないから。で、地震、まあ、とっくになんかもう、あ、まだとっくじゃなかった、もう2分半経ってる。寝言、ああ、ネットワンウェポンね。眠っていいよ、瞑想は。それは別に、大体眠る連打になるのかね、どうだろうか。ここもう落としてほしいんだよな、ネットで。ここ地震打ったら落としてくれ。これでも地震打てなくなっちゃうしな、こっち。おい、ネット打っていいぞ。寝言ネットしていいぞ。スイ君いいぞ。
焼いて殺してくれ、このマンム早く、さっさと頼む。熱湯なんか確率低いんだな結構。うわーこいつ使えねえ。ここ多分眠るですよね。ステロ巻くかどうか。いや引くのはダメか。ここはステロ引きたいんだよな、もう正直。変で極限まで積まれるよりかは。でステロ巻く眠るですよね。まあいいや、どうせこいつ打点ないし。ここ寝言でしょ、だって寝言だったら別にいいから。寝言で熱湯やけど引いていくことに期待しよう。つららで削りますか。全然入んないだろうけど。いやでもここあれかな、ネット引かない読みで場所出したらよかったかもしんないな。ネットだったらやばいんだけど、膝にハゼ落としたいから。いやでもここはもうネット出してくれ。早くマンム死にたいんだよもう。うわぁ、瞑想強いな、これ積んでくんのは。どんなに積んでもネットしか打点がないから、ラティ投げるか、ここで変に積まれるよりかは。いやそうだな、なんかマム残した方がいいかなと思ったけど、自信なくなっちゃったんで引くべきでしたね。ちょっと一旦遅かった、これ。距離が一旦遅かったが、まあ仕方がない。で、10万でいつか急所引くゲームになりましたね。最近でもいいかな。いや、10万の方がいいかな。瞑想強いな、この水君。めちゃめちゃ強いぞ、マジかよ。自分も全然入んないだろうな。全然入んないだろうけど、まあまあでも、急所とか麻痺とかあるしね。相手側からも当てないし、ここは10万でいいはずですね。10万ボルトで。勝った。で、瞑想か。熱湯か。結構入るな。焼けるな、強いな、この水君。これ結構厳しい勝負になったな。次のやつで死んじゃうもんね、多分。あ、結構厳しいぞ、これ。思ったより。これ、火傷引くとなると別、話は別だ。あと、こんなに瞑想積まれると思わなかった、正直。いろいろ計算が狂いましたね。バグれ瞑想。いや、瞑想逆にありがたい、これは。こっちにチャンスもらえてるから、これは逆にありがたい。多分相手はここでもう一回積んでスネムリしていくんじゃないかな。ここで寝るか、そもそも。急所の試行回数稼げるのはでかいですね。今のところネットの方が苦しかったから、こっちからしたら。逆にここでネット打ってきたら、それはそれで、もう場所の左で飛ぶんで、こいつ。ここは10万でいいはず。10万ボルト。ネット打ってこい、ここ。眠るか、まあそうだよね。これ10万打った方が、10万2回打った方がいいよ、多分。いや、馬車に引くよりかは10万打った方がいい、絶対。10万で。ここでネットを引かれる可能性もあるし、そうだね。ここは10万でいいはずですね。相手はこう引く選択肢あんのかな？考えてますね。で、10万ボルト。ここはちょっとネットを引いてほしいかな、もう。ネットを引いて落としてほしいな。眠る。強いな、相手引きが。ここ落としてくれたら、馬車で殺せたかもしれないんで、でかが違ったんですけど、馬車が膝2回打てたはず、2回打てるよね。うん、からよかったんだけど、打てなくなったから、これで。ちょっと相手の引きをなんかもうちょっと考える。いやー、でもどうだ、そんな引け、読めないしな、寝言で何引くかなんか。確率的にこれが高いとかはあるけど。厳しくなったな、これ。ここ何引いても同じですね。瞑想も同じだな。うん、これは同じでもどうせ。馬車の膝で急所引かなきゃ負けか。じゃ回数が稼いでから、ラティの10万と合わせればね。めちゃめちゃ悪い確率じゃないはず。試行回数的には。ちょっと相手の引きが予想外に厳しかったな。そして丸つけてなかった。
マンムーはさっさと落としてくれるか、か、あるいは、その、瞑想はあんまつまりなかったらよかったんですけど、それが両方発動しなかったんで、だいぶ厳しくなりましたね。ここがもうスーパー急所引くしかない。頼むぞ、バシャーも。吹っ飛ばしてくれ。急所、急所。ヤティだって10万めっちゃ打ったもん。ヤティ10万めっちゃ打ったもん。生ムーも自信いっぱい打ったし。はい、見せてやれ、お前のパワーを。はい、急所。やって急所は引ける。うわ、足んねえ。対戦ありがとうございました。まあ、でも、まあ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 。なんかね、ごとで何引く読みとかしたらよかったけど、さすがにそれ読めないんで仕方ないと思います。しかも時間めっちゃ長くなったな。ということで、お疲れ様でした。失礼しまーす。